違う、使い方が違うだけ。あなたが。でも、これを見ると、ちょっと分かりにくいよねっていうことですね。うん、で、こね上げ温度は28度から30度とか、でもほぼ椅子と同じようにこね上げも大丈夫です。ちなみにですね、さっきもちょっとね、本さんに言ったんですけども、あれです。白髪粉だもんね、30度、32度ぐらいがいいです。ちょっと高い。この方が元気に発酵するタイプの方法なんです。で、星野とかアコっていうのは、まあ、四発酵はね、冷蔵に近いというか、かなり低くても大丈夫っていうかね、白さ違いみたいなタイプの方法なので、例えば私の方でおすすめしているのは、20度12時間とか、20度14時間とか、そういうのです。